ベニスカシジャノメはジャノメ蝶赤、スカシジャノメ属に属する蝶の一種。中南米の熱帯雨林に分布する。口述するように本種の分類には、議論があるため、具体的な分布域を示すのは難しい。シトヘアリアズ・ピレタ・センス・ペンズ、アレクサンダー・ディバリーズ2014は、中央アメリカ及び、コロンビアとエクアドルのアンデス山脈異星地域に分布し、 同族多種とは分布域が重ならないとされる。成虫の羽は大部分が透明で、講子の後半は、部分的に光沢のあるバラ色の臨粉ンンによって着色する。コスタリカにおける研究では、オスの全子長の平均値が27.69プラスマイナス0.07ミ、mm、リメートルであったのに対し、メスの全子長は29.16プラスマイナス0.09。 ミリメートルであった。C ピレタセンスペンズ、アレクサンダーディバリーズ2014は次の5つの外部形態の組み合わせによって定義される。1オスの格子のア外縁部隊及び外縁部隊はどちらも古城になる。両者はしばしば融合して格子交端を褐色で縁取る。2オスの格子頑丈を門を囲む、外横帯は通常 RS 室から、 M2 室の間で完全。3オスの講子外横尾は、M3 室から CU2 室を横切り、古城に近い。4オスの講子のバラ色の臨粉は前方に広がり、しばしば講子、中室を正しに達する。5メスはオスに似るが、オスよりも臨粉が薄く、講子の褐色体が太い。また、講引き形態によっても定義されている。以下の記述は、 コスタリカの低地熱帯雨林で採集した名義タイプアシの卵を飼育し、本種の養成期を報告したマリオ・ヒラーによる。卵卵は直径0 8ト、mm、ルの球形で、クリーム色がかった白色を呈する。幼虫発霊幼虫は体長0.75から2ト、mm、ル。頭部及び小眼は黒色。頭部の背側部には小さな角状の突起がある。 体は単緑色で、指紋によって覆われず滑らかである。微単はに刺する。二例から四例の間は、体色は変化しないが、頭部の角状突起が伸びる。周例は五例で、体色は暗褐色になり、頭部は白色と黒色が入り混じる。さなぎさなぎは全長 17mm で暗褐色。胸部と第三複節背面には、 突起がある。生態についてわかっていることは少ないが、一方で、本種は2021年現在、ベニスカシジャノメ属ヒトヘアリアズの中で唯一、幼虫期が基地の種でもある。前述のコスタリカでの観察では、成虫は地上から15センチメートルの高さにある食草の葉の裏に卵を一つだけ散乱し、卵は平均室温23摂氏24度の 飼育環境下において、産卵から新生中の丘までに65日を要し、幼虫は、サトイモカフィロデンドロン属のフィロデンドロンハーバムを、食草としたと報告されている。また、コスタリカの別の地点では、同じくフィロデンドロン属の P ロードアクシス及び P サルケータムが、食草として記録されている。フィロデンドロン属は、 生産配当体を生成し、食食者にとって有毒である可能性があることが知られるが、本種が食草由来の二次代謝産物を化学防御に利用しているのかどうかなどは全くわかっていない。成虫は熱帯雨林の火葬で見られ、臨床に近い場所を滑らかに滑空する。講子の着色部位は飛翔中にはよく目立つが、地面や 植物上に止まっているときはあまり目立たないという。成虫は腐った果実などから吸収するため、果物を用いたトラップで採集することができる。本種を含めたベニスカシジャノメ属ヒトヘアリアズの解分類は混乱しており、研究者によって種数の見解が異なっている。本校では、レマス及びペンズ、アレクサンダーディバリーズの 本種よび本種と関連する種の種と亜種のリストを紹介する。シーメナンダー、コスタリカシーピレタアウロリナ、ペルーシーファンティマ、ペルー。ありがとうございます。